松田学です。松田政策研究所動画チャンネル、いろんな方と大勢の方々と対談を重ねておりますが、なんといっても選挙がちょっと近づいてますので、皆さんも衆参同日かどうか大変気になっているところじゃないかと思いますし、また最近ですね、国会議員の中で、ちょっとこれはという発言をされた議員もいたりしですね、話題になったりしてるんですが、本日はですね、新進気鋭の衆議院議員と、そして私もそうですが、長年この政治家を育成にあたってこられている林秀臣先生にお越しいただきました。林先生、今日はどうもよろしくお願いします。こちらこそお願いします。藤田文武衆議院議員、この度、大阪12区ですね、維新の方で、当選、これも大変話題になりましたけれども、当選誠におめでとうございます。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。まず藤田議員の方からお聞きしたいんですが、今回、自民党一強と言われる中で、大阪っていうのは随分違う結果が出ていて、大阪では維新が与党みたいなっていうのもあるのかもしれませんが、当選された人の背景といいますか、要因ってどういうふうにご覧になってますか？そうですね、まず私の大阪12区の選挙は、統一地方選挙の後半戦と、同じタイミングだったんですけれども、前半戦に皆さんご存知の通り、松井さん、吉村さんのダブルクロス選挙がありまして、で実はそれに注目がとても集まってるんですけれども、実はその同時に行われた大阪の府議会議員の選挙、そして市議会議員の選挙、で堺の市議会議員の選挙、これほぼ全勝と言っても過言でないぐらい、いくつか落としたんですけれども、大勝をすることができまして、これ大阪に維新がもう約10年経ちまして、それに対するやっぱりご期待っていうのが本当に大きかったっていうのは私自身も選挙やって感じまして、その直後だったものですから、補欠選挙は全国で沖縄と大阪の2つということで、ものすごく注目度が集まって、私自身も党を代表して、今後を占う選挙をさせていただいたという自覚がありましたものですから、でもいずれにしても私自身はすごく結果的に見ればもう追い風をいただいて、ご期待を私の個人の力以上にいただいたというような選挙ですので、まさにこれのご期待にしっかりと応えていけるようにということで、襟を正して頑張りたいと思います。早速今国会審議に出られていると思いますけれども、国会ご覧になって、中田からご覧になって、どんな印象をお持ちですか？そうですね、ちょっと経緯を言いますと、私は当選した次の日に東京から電話かかってきまして、もう明日来てくれということで、2日後には初登院させていただきまして、補欠選挙は中途採用みたいなものですから、もう流れの中に織り込んでいただきまして、で委員会も今私厚生労働委員会に所属させていただいて、で今特に厚生労働委員会は特に国民の皆さんに身近な話題をたくさん、厚労委員会ってはものすごく多いことで、そうなんです。内閣委員会と厚労委員会の2つが一番大変なんですね。もうおっしゃる通りで、先輩方に一番きついところに当てていただきまして、でやらせていただいてるんですけれども、与野党それぞれの思惑もありながら、今回私が関わらせていただいた法案なんかは、実は全会一致で児童虐待の児童虐待ですね、関わらせていただいて、それも修正協議や党間の折衝等にも関わらせていただいて、政治の現場っていうものの空気感もしっかりと勉強させていただいたっていう1ヶ月だったんですけれども、ちょっと専門的なことから外れますが、先日来国会改革みたいなものが平成のうちにっていうのが、小泉さん等が主導されて、うちも馬場先生、遠藤先生がしっかりと取り組んでおられるところなんですけれども、私はベンチャー企業家ですから、非効率なことが多すぎるというか、紙文化、電話文化、ファックス文化がもうすごいなと思います。本当は紙が一日なんで、積み上がったらほとんどこんなに積み上がっちゃうってことですよね。それにまず私なんかもうほとんど紙を使わないようなビジネス現場でそういうことをやってきましたもんですから、なかなかちょっと面食らってはいるんですけども、そういったところも変えていこうという動きが、与野党ともにありますので、そうですね、本当に現代に合わせて、時代に合わせたものに、国会が率先してやらなければいけないということは、改めて来て思います。私も当選したときは、かつて日本維新の会の議員として、日本維新の会っていうのは、割とこの自民党とそんなに違わないんですね。
方向がですね、でどちらかというと自民党がやろうとしていることを野党の側からもっとやれという側面が、まあ、もちろん反対するのは反対しますけれども、そういった意味で あんまりこう与党と違和感のないそういう感じがしたんですが、ただそうやってやはり改革をして前に進んでいくんだというところは自民党の旗手鮮明なところがあって、大阪なんかでも多分そういうどっちを取るかっていうと、やっぱり改革するよっていう、そこがすごく出たんじゃないかなというふうに私は見て、はい、もうおっしゃる通りだと、はい、林先生、今の政治、いろんな、なんて言うか、不祥事って言いますか、話題も出てますけれども、どういうふうに政治家の現状をご覧になってますか、先生の方からですね。今の政治家の腐敗ですね、まあ、これは政治家ばかりではなくて、はい、日本国民みんなが個人主義で、はい、自分だけ儲かろう、うん、いかにして自分の成功をですね、うん、引き出すかということですから、もう決してその政治家だけが悪くなったというのはおかしい、と私は考えます。なるほど。それは一体どれぐらい遡るべきかというと、よく言われる意見はですね、戦後悪くなったと。戦後悪く、うん、はい、で戦前良かったと、もちろん逆の人もいます、うん、その、まあ、戦前がいいか悪いか戦後がいいか悪いかと、まあ、これはいろいろ意見がありますが、私はもう明治以来おかしくなってる。明治以来ですか。明治になって、伝統の武士道精神とか、あるいはですね、日本国民の多くが、論語を読んでたわけです。そうですね、まあ、これは中国とは違って日本の場合はですね、その論語東洋思想をもう老いも若きも子供もお年寄りもみんな読んでると、みんな学んでると、はい、そういう良き伝統があったにもかかわらず、明治になってそれらをみんな捨てちゃったと。で捨てて以来150年も経ってるわけです、はいはい、まあ、去年が明治維新150年でしたから、はいはい、まあ、今年で151年目となってますね。で私はこの際70数年という、つまりその戦前か戦後かという、うん、そこだけで日本を論ゼロなもう終わらせた方がいいと、うん、150年昔に遡って何が今の日本の元になっているか、うん、私はそこまでいかないことにはですね、うん、この政治家がいい悪いという議論もですね、明確なところが見えてこないんじゃないかと思います。分かりました。確かに政治家を選んでいるのは有権者ですからですね、まあ、日本国民全体の問題だと。この前なんかまあ、刹那主義っていうか目前の利益に走りすぎてるっていうかですね、本来日本人っていうのはそうじゃなくて、もう少し自分を超えた価値とかですね、そういうものに捧げる人生っていうかですね、それを良しとしていたのが、なんか特に戦後国家というのを否定し始めてから、やっぱりあまりにも自分の利益ということに走りすぎてるような気があるんですが、どう先生ご覧になってますか。そうですね、まあ、本来日本人は、自分と周りというか、はい、あれ自分が属す、うん、属している組織なり、はい、大きくは国家と、はい、これを不可分の関係だと捉えておったわけです、はい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 、だから国家が良くなるということは自分が良くなることだし、うん、自分が良くなる分国家も良くなると、はい、でところがですね、うん、まあ、そうではなく、うん、国家は自分を制限するものだというような考え方がやっぱり明治以来入ってき、ね、たわけでありますから、うん、まあ、もう一度ですね、うん、その自分というものを広げれば、うん、まあ、国家大きくは地球ということになるわけでね、いかにして、個々人のその個というものをどうやって意識としてですね、これを広めていくかと、うん、まあ、だから先ほどのご質問に付け加えればですね、はい、政治家は一番その意識をですね、はい、個にとらわれずに、個から始まったとしても、うん、まあ、それを広く地域、日本、世界に広げていくというお手本を示さなきゃいかんと、はい、まあ、それを示せなくなっているということは、うん、まあ、これは非常に、我が国の政治の貧困と、うん、まあ、結局は政治家の質が下がるということが、うん、まあ、結局日本政治の貧困ということになってますので、うんうん、私も衆議院議員を経験したものとして考えなきゃいけないなと思うのは、実際政治家やってますと次の選挙で当選することが最大の仕事になってですね、国政をどうするかっていうのはよほどこの安定した人、何度も当選重ねた地盤が親からの地盤があるとかですね、ものすごい著名人であるとか
でそういうことになってしまって、で落選することが一番恐怖になる、うん、で現にあの落選した議員というのは再就職がものすごい厳しいですしですね、これは日本の社会そのものがなんか政治を変な色眼鏡で見てるっていうのがあって、まあ、これ逆に言うといい人が政治に参入してこない原因になっているような気がします。でそういう意味であの政治に携わる人はあの議員であるときはもう国会議員として携わるけれども、そうでないときもそれなりの立場で国のために、役立てるんだというそういう仕組みをやっぱり作らないと政治も良くならないんじゃないかと思うんですけど、そうですね、その辺あの藤田議員はその辺についてはどんな、そうですね、あの、まあ、私自身は林先生からいろんな教えをいただいているんですけれども、ね、はい、あのやっぱり議員というのはあくまでその職業職責をいただいて、あの仕事をさせてもらうわけですけれども、はい、政治家という言葉はちょっと違って、あの議員現職の議員であれ、まあ、落選中であれその目指す立場であっても政治家と、まあ、名乗ったからにはやっぱり政治、社会のために国のためにどういう動きを自分の立場なりにできるかっていうことをまあ考えるっていうのがまあ一番大事だなというふうには思います。あと先生 の, あの先ほどの個人主義の話で、あの私もいろんな政策課題を考える中でまあ一番すごく違和感を今感じているところは、あのもちろん自分の成功とかっていうのはまあ皆さん多分望んでおられて幸せになりたいと、で家族は、まあ、子供は最初は可愛いけれども、うん、大人になってきたら、まあ、もう手離れしまして、うん、で親の介護はちょっと嫌な時代になってきて、うん、あのどこかのホームに入れた方が楽なんじゃないかっていうことも思い始めて、うん、例えば母校っていうものに対してはたまたま入った学校だけれども、まあ、肩書きの一つ経歴の一つぐらい で,、うん、で会社で言えば今は転職が自由な時代で終身雇用も終わってるから、うん、まあ、ステップアップの一つ で,、うん、で地域って言っても引っ越しは自由でグローバルに働いてる人はあまり根が張ってなくて、うん、で国っていう風になると、まあ、それこそもう縁遠い存在、どちらかというと相対する存在で、うん、すごくこう、まあ、気迫な感じで、うん、でも世界平和を祈ってる自分がかっこいいみたいな、うん、そういう個人と世界みたいな、うん、あのことしかあのないっていう価値観の人が、うん、まあ、割と散見されて、私は結構それに違和感があって、うん、やっぱり家族は大事でこう自分から広がっていくものの中で、うん、まあ、あの学校はたまたま入ったけれども自分を育てていただいた、うん、もう本当に大事な栄養分であって、うん、で地域は自分がたまたま生まれ育ったけれどもそこの空気で自分の本当に精神性が養われたっていうものを、うん、まあ、考えれば考えるほど入ってくるはずなんですよ、うん、で郷土愛っていうのはまだマシなんですけど、うん、あの愛国心とかってなるとなんか右翼みたいなね、うん、そういうような形で世界どの国も愛国心持ってますから、ね、なんかこう勘違いされますけど、今のような話で考えたら私は全部がつながっていて、うん、その先に自分と世界全体がつながるという、うん、そういう内側から広がる、うんうん、こういうその社会に対して自分を同一視するみたいなものが、まあ、特に今この日本の新しい時代を作っていく中には、まあ、必要なんじゃないかなというふうに今思います。あの個人といきなり世界という抽象概念に、うん、あるいは国家もそうかもしれませんが、その中間に何かいろんな共同体があったり、ね、はい、コミュニティがあったり仕組みがあったり、そこがなんか崩れてるでしょうかね。そうですね、あの私最近日本は病気じゃないかと思ってまして、うん、病気病っていうかですね、うん、まああのまあ、凄惨な殺人事件が起こってみたり、引きこもりがあったりとかですね、老人の孤独死だとかですね、あのだとか賃金が下がってますからですね、うん、先進国なんかこんな国は先進国ないですしですね、はい、はい、で子供を産みたくても産めないしですね、そういう日本を、まあ、病気の一つの表れとして、まあ、先ほど法案審議をされているという児童虐待もそうですね、はい、まあ、児童虐待もあの親の懲戒権をですね、民法の規定から削除するって話、まあ、そこまでやっていいのかどうかちょっと私の意見はあるんですけれども、この日本が何かこういうふうに少しこう閉塞感に追われている、そこに対して少しこう前向きな希望も作っていかなきゃいけないと思うんですが、そのあたりの政治の役割に、まあ、一つあるんじゃないかと思うんですが、先生はどういうふうにお考えでしょうか。そ, んな、ね、あ、それはちょっと藤田、ね、いやまず先生になって、ね、そうですね、あのやっぱり家族に介入を、まあ、国家なり社会がしていくっていうことに対しては賛否両論あって、はい、でまあ、この、 その児童虐待の議題は私もすごく勉強させていただいて、はい、現場にも何度も足を運んで非常に難しい問題だなと思います、はいはい、で今特にこの体罰の問題、まあ、親であれ子供を殴っていいのかっていう、でそれも線引きが難しくて本当にあのどつき回してるのは確かにダメですけども、例えばそれが軽くなってきて背中が丸くなってる子の背中を叩くのはいいのか、デコピングぐらいはいいのか、
肘をつけてこうするのはいいのかとか、そういうことまで国家が規定し始めると非常に、うん、世知辛い世の中になるというか、その線引きが非常に難しい。維新にいた時は国がこう何でもかんでもこうまあ、規範を作ってやるっていうのは社会主義じゃないかという議論をしていたことがありましたですね、はいはい、ですから、はい、まあ、国がある程度 その指針を決めざるを得ないというのは大事ですけれども、まあ、政治家が考えないといけないのはやっぱり時代が流れて今の世論の感情はしっかりと受け取りながらも、はい、間違いが長い目線で見た時に間違いがないように、はいはい、やっぱ政治家が旗を振るべきところの判断を、うん、まあ、間違えないようにしないといけないなという意味で、うん、まあ、すごく責任重大な、まあ、仕事だなというふうに、まあ、思います。そうですね、先生がですか。いや、まあ、私も、その元来それは、家庭でというかね、はいはい、親の裁量でやるべきことであって、うん、よほどのことであればね、はい、うん、それは、法律で裁くといったことも必要になるでしょうけど、うん、まあ、そうでない限りですね、うん、いちいちそんなことを論ずることの方が本当はおかしいとそうです、ね、いうことを思いますね。そうですね、だから親の、うん、親の思いとかね、うん、子供に対する親のやはり愛情であるとかいう、うん、根源的なところをやはりですね、私は、もう一度見直していかなければいけない、うん、まあ、だからそこに、だから先ほどの個人主義というものが結局は関わってきてですね、うん、子供っていうのは自分の分身だと、で自分はですね、親のまた分身であってね、はい、まあ、結局自分という人間はたまたま生まれたわけじゃなくて、うん、自分を肯定すれば当然、うん、自分を、まあ、この世に存在あらしめた親を肯定すると、はい、で当然祖先もいなかったら親はないわけですよ、はい、でその連続性の中で自分が今生きていると、はい、で自分からまた子孫へと受け継がれていると、はいはい、そう考えるとですね、自分という人間はご先祖の乗り物のようなもんだと、うん、あ、なるほど、とも言えると私は考えるわけですよ。ですから自我とか個人というものは大事なんですよ、はい、自立も大事、はい、その意味で民主も大事、はい、だけどその周りと隔絶した自分っていうのがこの世に存在するということはありえないわけですよ、はいはい、だから今一度自分とは何なのかと、うん、どういう流れで自分が生まれたのかと、うん、そしてまた周りとどう関わっているかと、うん、自己肯定は結局は親を肯定し祖先を肯定しね、うん、そして周りを肯定するようになると、うん、それからもう一言言いたいんですが、はい、先ほど その、ま、愛国心といったことに触れますが、はい、私はですね、あるべき地球の姿というのは、はい、その各民族、民族っていうのは言語とか文化とか習慣とか信仰を同じをしている、うん、集まり共同体ですよね、はい、その共同体がお互い尊敬し合えると、うん、でお互い尊敬し合える、つまり、民族国民の多様性がちゃんと保障されている地球社会というものを将来的には作っていくべきだと、はいはい、ですから今あるような近代国家の枠組みっていうんじゃなくて、うん、元来自然に育まれたですね、うん、民族共同体といったものがお互い尊敬し合えると、うん、そういう地球を作っていくべきだと、うん、その意味ではね、言語を一個にすればいいとか、あるいは政治体制を一個にすればいいとか、うん、信仰一つにすればいいっていうのはこれおかしいわけだよね、はいはい、多様性こそ、うん、多様性こそですね、人類の進化の証だという、うん、そういう価値観を私は将来、人類がね、はい、獲得、まあ、再獲得と言っていいかもしれませんが、うん、まあ、重要なテーマになると私は考えています、うん、なるほど。まず個人が一人で成り立っているわけではないっていう、まあ、人間としての基本的なことですね。でそれがなんか失われてるっていうか、そのあたりに私も日本の病の一つがあるんじゃないかと思うんですが、うん、やっぱり国民に希望がないって言いますか、夢がないっていうか、うん、そうするとどうしてもちょっと病的な方にこう行ってしまうっていうような、そういう時にやっぱり政治が希望を作るべきだと。で先生はよくこれから大きな文明の転換点、地球人類が迎えているというお話をされていますが、その中で日本がどういう位置づけでですね、これからの
地球社会づくりに臨んでいくべきか、まずそのあたりが多分政治の答えもそこから出てくるんじゃないかと思うんですけど、そうですね、はいはい、あの文明法則史学という学問がありまして、まあ、どっかで、あの今お気になっている方も耳にされたりしたことあると思います。結論だけ言いますと、この21世紀は東西文明の入れ替わる時だ、交代期であると。あ、なるほど。で、私はもう数十年前からその文明論に基づいてこういうことを説いてきたんです、はい、欧米はですね、これからますます衰亡すると、うん、そしてかつてですね世界を制覇したイギリスやフランス、はい、これはもう老大国となって、うん、ヨーロッパ肩を寄せ合うような状況になってくんだと、うんうん、そしてアメリカは当時ですよ、はい、数十年前ですがまだ、一国で覇権大国となっているが、これも下がっていくと、うん、ただなかなか当時はですねアメリカが下がるということはもうイメージできないということで、はいはい、よく批判を受けました、はい、それに対してアジアは伸びていく、はい、で中国はこれから台頭すると、うん、でそれとどう日本が付き合うかが極めて重要なテーマになると、うん、それから中東はですね世界の火薬庫として、はい、やはり要注意要注意のエリアであると、うん、いったことを話してきたわけです、はい、そしてですね、まあ、それが大体今その通りになってきておって、うん、そして問題はですねその東西文明が入れ替わるこの時期に、はい、その文明交代を担う非常に覇権的な勢力が登場しやすい、はい、登場しやすい時期なんだと、はい、なるほど、はいはい、それが、ひょっとしたらソ連を中心とする東側の諸国かという心配はかってあったんです、はい、しかしそれはなくなってきたと、はい、ではどこかっていうことを 私はずっと注目してきて、はい、今台頭している中国ですね、一帯一路構想、うん、AIIB、ね、この中国の動きというのがこの21世紀の東西文明の交代期を、はい、要はですね、激しくこれを、はい、要するに、世界に動揺を与える勢力として、持ち上がってきたと、うん、でその流れで現在の、うん、まあ、トランプ大統領が誕生して、以来のですね、うん、米中貿易戦争、はい、経済摩擦といったことが起こっていると、はい、だから私は今起こっている米中の対立っていうのはこれは単なる貿易上の対立といった次元のものではなくて、うん、文明の衝突であるというやに捉えているところです。単なる技術覇権を超えている文明の衝突ということですね。そうですね、なるほど。その文明というのは東西まあ、西洋文明というのは私のイメージではこの単線的に右肩上がりに人類が進歩していくんだと。でもそれは地球がもう支えられなくなってきて、もう少しこうそうじゃなくて循環型と地球と共生するっていうようなパラダイムなのかな、漠然と不詳な私ながらそういうふうに考えているのは、先生はどんなふうに。そうですね、何でもそうですが、物事っていうのは短期的に見ると直線的なわけですよ、はいはい、曲線もですね、はい、一部だけ切り取ると、上り坂か下り坂かともかくとして、これは直線に見えるわけです、はい、でも長い目で捉えていくと、はい、1年の循環、1日の循環のように、はい、物事っていうのはこう、波を描いて循環すると、はい、いうことにこうなっていくわけでありましてね、はい、そして、21世紀は文明の交代期と、うん、大体ですね一番激しく揺れ動くのは、はい、2025年から2050年ぐらいと、つまりこれからだ、これからなんですね。台風で言うならば暴風域はこれからだと考えてまして、はい、ですからこの時期は単純にですね文明が入れ替わってうまくバトンタッチして、うん、それで、非常にソフトランディングしてですね、人類はいい方向に行くかっていうと、これはよほど努力しなければいけない、うん、よほど努力しないと、下手をすればですね、この米中経済摩擦が、米中共倒れと、共倒れですか、共倒れになってですね、アメリカ型の膨張資本主義はここで終わると、はい、一方でですね一国資本主義を取らざるを得なかった中国も体制として崩壊すると、うん、あ、はいはい、だから、うん、このですね、うん、米中対立の行方をどう捉えるかと、どう見据えるかと、うん、まあ、ひょっとしたら我が国にとって最大のチャンスがやってくる可能性があります、うん、しかしですね、うん、中国が体制として崩壊すれば、はい、何らかのですね難民がやってくると、 そうですね、それをどう吸収するかといったことも重要な政治のテーマになってくると思うんです。なるほど。だから私は
この総選挙ダブル戦含めてですね、もっとこの米中の対立を我が党ではどのようにこれを捉えているんだと、でこれをどのようにですね乗り越えていくべきかという、そういう文明の対極から政策を国民に訴えられるような、そういう政治勢力をですね、ぜひ維新を先頭にですね、やっていただかなければいけないなと思っているところです。その通りですね。中国が今習近平政権が大変強い基盤を持っていると言っても、もしこの基盤が揺らいだら、戦前の群雄割拠よりももっとバラバラになるっていう、その時に多分起こるのは14億人の人の混乱ですね、はい、これも我々にとっては非常に見たくない光景になると思いますし、はい、でアメリカは明らかに相対的な衰退しているというところに、我々がアメリカに乗っかっていればいいというものではなくなってしまったというと、これは政治としても日本の進路をですね、その時々の情勢に合わせながらしたたかにこう舵取りしなきゃいけないというのは、じゃあどうやってやるのか、それも有権者にちゃんと判断してもらえるようなものを示さないといけないという、それはもう全く同感ですが、藤田議員はどんなふうに受け止めない？そうですね、先生が私先生に、一番初めに教えを受けたのが2012年で、もうそれから7、8年は経ちまして、はい、先生がその前からずっと政治家を育てておられて、この転換期である、そして転換が気がどんどん激動が激しくなってくるというずっとおっしゃられていて、はい、まさに日に日にその事実がこう明らかに、事実がというか状況がもう顕在化してきているっていうのが今の状況だと本当に思います、はい、で特に外を見れば世界のパワーバランスはもう崩れているのは明らかですし、今どのように入れ替わっていくかの移行期のような形になっていますし、で特にさっき増田先生がおっしゃられた国民に希望がない、私はこう言ってるんですけど、なんか漠然とした不安をみんな抱えている時代、だからなんかこうなったら自分たちはすっきりと前向いて生きていけるっていうものが見えない時代に今なっているっていうのがあって、でそれは多分国内においては前提条件がこうガラッと変わっていて、特に分かりやすいところでは人口が減少していって、でなかなか先ほどおっしゃられたように給料が右肩上がりに上がらない、 GDP も右肩上がりにずっと上がっていかないっていう、そういう社会の構造が少し変わってしまっている時に、今昔のその右肩上がり時代に作られた制度や社会の仕組みがなかなか機能していないというのが実情だと思うんですね。多分その違和感が国民がこう漠然とした不安を抱えている一番の問題じゃないかなというふうに私は捉えていて、だから我々維新の会で大阪を中心とした地方分権を推進する地方から生まれた政党ですから、やっぱりこの社会の構造、社会システムというものを少し時代に合わせたものに一新していくっていう動きを、やっぱりここから10年ぐらいのうちにやらないことには、世界が激動の時にやっぱり日本が耐えられなくなるというのは思っていまして、その中ではやっぱり維新の政策に置き換えて言うと、統治機構の改革というのの地方分権をいかに推進して新しい社会モデルを作るかっていうことと、それから右肩上がりの成長の時代に作られた税制と社会保障のこの在り方っていうものを新しい時代に合った再分配の仕組み再定義していくっていうことが、私は今一番長く時間かかりますけど、一番早く手をつけないといけない内政においては問題じゃないかなと思います。そうですね、おっしゃる通りだと思います。私も維新その後次世代の党でした、政策担当してたもんですから、そういう、じゃあ具体的にどういう仕組みをそれに落とし込んでいこうかということを考えるのが自分の役割だと思って、その後もずっと考えてきてるんですけど、例えばですね、分散型社会っていうパラダイムが出てきて、これ私の本で未来のお金っていう今一生懸命販売してますが、これなんかブロックチェーンという新しい技術ができて、これ意思決定を中央集権の仕組みでない形 でみんなで納得して、しかも透明でっていうですね、政治にももちろん応用できますし、いろんな社会システムにこれやりますと、これ日本が主導、日本にとっては親和性がありましてですね、そのなんか個人個人が惹かれるんですね。でいいことをやってる人にはいいねってやる感覚でお金が集まって、
で世界中からサポートが得られますし、小さなコミュニティも作れますし、それから和と協調の精神っていうのも意外とブロックチェーンで向いてるで、そういう意味でこういう技術をうまく活かして日本型の新しいコミュニティのソリューションを世界に示していくっていうのも一つ道なんじゃないかなと思ってるんですが、これから日本が世界に示していく価値としてはですね、先生はどんなことが、まあ、これはあくまで私の試験に過ぎないんですけども、どういうふうにお考えでしょうか。まあ、日本人であればね、はい、相手の役に立ちたいと、はい、お互い仲良くという当たり前のことだと思うんですが、やはり世界もあって、その世界の実情といったことをですね、つぶさに調べる評論家の先生との話を伺うと、はい、そんなことを思ってるのは日本だけだと、人のことなんか考えたら大変だと、大体その世界平和とかですね、他の国と共生してなんていうこと考えること自体が世界的にはですね、ありえないことと、でだから日本の我々の常識はまさに世界の非常識だということを伺うわけですが、私はだからこそですね、日本人が持っていた、まあ、お互い様とかね、おかげ様というようなね、ところを私は世界に、だからこそ私は出していくべきであると。でそれを出すにあたってですね、まあ、三先生がお考えのその未来のお金というこのビジョンというのは非常に役立つというか有効であると。つまりね、日本人も実は呪縛にかかってると思ってるんですよ、はいはいはい、どういう呪縛かかっていますと、その人の役に立つことは、はい、損することと、人の役に立つということは何らかのですね、我慢したり負担したりね、しなきゃいけないんで、だから損することと、で儲かるため、儲けるためには自己中心でないといかんと、ですからね、公を考えたら、損をすると、自己中心の私で得をするというですね、公損取得と、公は損、私は得、公損取得という考え方が日本人を呪縛していると、でも実際はそうじゃなくてね、長い目で見ると公を考えた方が得をすると、はいはいはい、そして自己中心だと損をすると、ですから公得子孫というものに切り替えていくべきだ、で元来それが日本人の生き方であったし、日本人の商いっていうのはそこにあったわけです。なるほど。アメリカもベネフィット企業といってですね、社会貢献する企業というのが実はいいんだというようなものが少しずつ起こっているということも聞いてますし、はいはいはい、そういう意味で私は元来日本人が持っていたものが実は世界的には最先端を行くというようなことが私は起こると、いうことを考えてますから、だから日本人が古いもの、もう買って、昔はそうだったけど今は捨てたもの、というようなところに実のところ、世界に貢献可能な日本の良さというものが眠っているというふうに私は思います、はい、構造改革っていうのがまさに逆転させます、公損取得ですかね、はい、そっちにしてしまった一つの促進をしてしまったんじゃないか、つまり合理主義ですね、企業が、存続していくためにはリストラというのをやるとかですね、そうそう、確かに短期的には利益が上がるかもしれないけれども、はい、企業経営者はいいかもしれないけれども、それでステークホルダーの皆さん、従業員も含めてですね、まあ、地域社会もそうですし、そういうところにちょっと考えが及ばないのは、はい、でもよく考えてみたら日本人に合わないと、はい、で我々そういう意味でバブルの崩壊以降、日本人と合わないこの何かやらなきゃいけないっていう追い詰められてきて、どうも納得しない物語をこう演じさせられてきたという、はい、そういうふうに私は思うんですが、ここは先生今おっしゃったように、戦前以前に日本って素晴らしいその、公得子孫ですね、そういう社会公得子孫があったというのは、経済史からもそういうことがあるんですね。地域のコミュニティを大事にしているというですね、はい、だからそちらに本当の日本に回帰し、ある意味でですね、見直してっていうふうに受け止めましたけれども、そういうふうに理解でよろしいですか。いや、そうだと思います、はい、江戸時代の入り合い地のようなね、入り合い地といって、はい、共同で作業できる、その山があったりですね、はいはい、
まあ要はお互いの助け合いというものが社会の基盤を成していたわけですよね、うん、そうですね、そういうものをやっぱり取り戻さなきゃいかんということです、はい、これはあの外国から来た人が幕末から明治の初めにかけてびっくりしたことで、はい、例えば鎌倉の海岸でですね、はい、漁師が網を引き上げるわけですよ、はい、そうするとあの漁に出て夫を亡くしたような、はい、婦人がですね、はい、籠を持っていて、はい、そして引き上げた網の中の、その売れにくいというか売れないようなでも食べられるんですよ、はい、それをですね籠にもらって帰るわけですよ、うん、でお互いそうやって助け合うと、うん、互助の精神というのが普通にあったと、うん、だからあの外国人欧米人から見た時になんて日本人というのはお互い助け合ってね、仲良く暮らすということ、うん、いうことを重んじているかと、まあ、それがだから人間として非常に生きやすいし、うん、幸せなんだという、うんうん、だからこの日本に欧米の価値観を持ち込むということが本当にいいことかどうかなんてね、疑問に思う人もおったっていうんで、なるほど、はい、だからあの江戸時代150年って私が言ったのは150年以上遡ったら江戸時代に行くわけですね、そっくり江戸時代に戻すってことはできませんが、はい、その江戸時代の日本人が持っていた、うん、精神というものは大いにですね、はい、見直すべきことものがある、それがあのこういう新しい情報技術ですね、はい、ついにこの日本の精神を社会としてきちんと成り立たせられるようなものが出てきたのかなというふうに私は考えております、はい、そろそろ時間ですが、あの藤田にこれから どういう政治を作っていく政治家としてのですね、あの私どもの師匠の先生がいろいろとあの話を受けたがりましたが、その辺あたりを、はい、そうですね、その前にあの先ほど、はいはい、あの先生の今のこの、まあ、著書も、あの最新版はちょっとまだ私あの拝読してないんですけれども、先生のお話の中でこのブロックチェーンとか今のテクノロジーが、はい、分散型の、まあ、意思決定だったり、その統治の在り方っていうものを、はい、まあ、支える技術になるんじゃないかっていうことを最初に聞いた時に、僕はすごい目から鱗だったんですよ。やっぱテクノロジーはすごいこう全てがつながっていて、どちらかというとイメージは中央集権的なイメージを最初は従来の時にはそうですね、持っていたのが、そのブロックチェーンの技術の話を聞いた時に、まさに今から我々が目指す時にこの今最先端のテクノロジーをちゃんと活用すれば、はい、新しい時代 その社会の在り方っていうものを提供していけるんじゃないかっていうことを、まあ、本当にあの気づかさせていただいたんで、あのご覧の皆さんもぜひとも本を読んでいただけるようによろしくお願いします。ありがとうございます。であの先ほどのご質問へのお答えですけど、まあ、私はまだあの国政に来させていただいて間もないですけれども、やっぱりこの政治が社会に与えるその影響力っていうのはやっぱ最も大きいものだと思いますから、やっぱ社会像を新しい時代の新しい社会像っていうものをいかに提示して国民の皆さんの理解を得ていくかということが、私は今のこの、 あの令和元年のこの瞬間においては最も重要なことじゃないかなというふうに今思います。で今厚生労働委員会であの生活に身近なあの諸問題に対してもやらせていただいてますけれども、もちろんその一つ一つを解決することも大事ですけれども、まあ、あの全ては新しい時代の社会像だって新しい時代の転換期における世界感みたいなものをやっぱり軸としてそれぞれの政策に全部つながっていくというような発想をですね、あの持ち続けて私もちょっと勉強を深めて、まあ、実際にあの実行していけるような政治家になっていきたいなというふうに思います。あの最後に林先生の方からあの藤田先生も含めて国会の最前線にいる議員の人方々に何かメッセージがございましたらよろしくお願いします。はい、まあ、政治家であれ、経営者であれ、また、まあ、世の中のいろんなですね、オピニオンリーダーと言われる人であれ、大事なことはですね、これから非常に苦労なる時代、困難な時代、先が見えない時代というふうにますますなってきますので、そういう時代の中で大事なことは、それでもとにかく見通す、俺はこうだと思う、私はこういう世の中を作っていきたい。そう信念を持ってですね、そして、苦労の意味ですよね、はい、苦労の意味を説明できるということが大事だと、とりわけ政治家は大事です、うん、で国民に何を説明するかというときに、まあ、やっぱり国民有権者もですね、これから暮らしが良くなる楽になるなっていうそういう演説にはもうほとほとですね、信用しなくなっていると。
いや大事なことは、苦労の意味ですよ。なるほど。だ避けられない苦労というものはやっぱり有権者国民も感じてるわけですよ、うん、世界がこんなに激しく動いてる人、うん、でもその先どうなるのと、うん、そしてこの苦労は何のためと、うん、今こうやって毎日今日は今日で頑張って働くということに価値があるんだろうかと、うん、いやあるんですよと。だから私はこう言うんですよ、人間は苦労では潰れないと、うん、苦労の意味がわからないときに人間は潰れていくと、うん、ですから政治家も経営者も世の指導者といわれる人たちは、あるいは親もそう、子供に対して苦労の意味、うん、何のための苦労なんだと、うん、いうことをちゃんと説明すると、うん、まあ、そのもう大事な日本のまさにですね、頭脳が知恵がですね、松田学先生、いえ、とんでもないです、ますますご活躍を期待しております。松田先生、どうぞご活躍ありがとうございます。あのまさにあの政治家の役割の大きさ、あの今あの林先生おっしゃった通りですね、苦労の説明っていうのはものすごい説得力がいる仕事で、ここが本当の政治のプロの力の発揮のしどころじゃないかなと、そういうふうに受け止めました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。